静岡市は新型コロナワクチンの接種スケジュールを公表しましたまず85歳以上の高齢者を対象に来月24日から接種を始めます静岡市が昨日発表した新型コロナワクチン接種のスケジュールでは今月30日に85歳以上の高齢者およそ4万2千人に接種券を発送します 予約の受付は来月10日からインターネットや電話で行い接種は来月24日から始める予定です静岡市では個別接種に加え区役所など13カ所で集団接種を実施しますその後、75歳以上は来月下旬65歳以上は6月中旬一般は7月下旬の順で接種券を発送し すべての年代への接種完了は来年2月末を見込んでいるということです。